はい、JRA の杉谷です。はい、でね、先週はですね、予想上げましたが、函館2歳の方はね、まあちょっと冒険しすぎて、総流ししまして、9番ですがね、取り消しまして1400円戻ってきたと、返還馬券。はい、で、トヨタ賞中京記念、動画にも上げたね、買い目で、3連複だけ、500円、ゲットしております。まあ、上げた10点の中にね、入ってた、馬券、買い目なんですけど、まあ、15点、その後5点追加したのはちょっといただけなかったかなと思います。で、昨日これ、G1 クライマックス行ってきて、で、動画の方今、ようやく上げれてる状態なんですけど、まずアイビスサマーダッシュの方からね、予想入っていきたいと思います。はい、アイビスサマーダッシュに関しては、これは人気、過去10年を見てもですね、人気が関係してるなと、はい、ということで見ていきます。2009年、2番人気が、絡んでます。これはね、あの年の人気が絡んでます。2たす9で11になりますよね。で、1たす1で2ですよね。で、2人気が絡んでる。2010年は3人気、ですよね、年のやつが絡んでる。2011年は、1人気と11番人気っていうのは月と日がね、それで絡んでると。で、2012年は 5番人気、7番人気、年。2013年は6人気、これが年だったんです。はい。で、2014年は、該当はなかったです。で、この年だけですね、唯一なかったのは。で、2015年は、9人気。これは日のやつだったですね。で、2016年は2人気、日。2017年、8人気、月。2018年2人気、年と日が同じだったんで。で、今年はですね、そうしたことから、今年は、1、2、3、10、11、12人気っていうことになる。が、どれかは絡むだろうと。で、まあ、一番人気はライオンボスでしょうけど、前回のね、3の年だった2010年ですかね。2010年がですね、3人気来てるっていうのもあるんで、ちょっとどうなるかなっていう。まあ、ですね、年によってはね、これ2つ絡んだりとかもしてるんで、今年ライオンボスが1番人気になるとしても、2番人気、3番人気の馬はセットか、穴だったらやっぱり10から11、12番人気なのかなと思ってますから、今、ラブカンプとか、外枠の馬ですかね、フェルトベルク、レッドラウダーあたりがこの人気に該当するんですかね。これはもう当日のね、レース前までちょっとギリギリ人気見たいと思います。そうした方がいい。買うんだったらそうした方がいいのかなと。で、このレースで面白いのは、過去ね、カルストン・ライトーラインミーティアとか、セイコーライコーとかってね、こうした場面が絡みます。はい。で、今年はですね、ラインスピリット、ライオンボスと言います。まあ、こちらがいいのかなとは思ってますけど、こちらのケースだったら、もうありなのかなと。ですね、で、あとはですね、あのつく馬とか、あとか、すのつく馬とかっていうのが良かったりします。例えば、アースソニックとかね、過去、こう、そうしたの来てます。
昨年は大名プリンセスとか、スのね、つく馬とかも馬券に絡んだり、しております。でね、基本的に私はライオンボス、本命にしようかと思って、しないとこうと思ってたんです。例えばですね、馬っていうのは、基本的に、バシレウスライオンとか、レバントライオンとか、ダブリンライオンとか、ライオンってつく馬がね、穴を出すような馬が多いんですよ。で、2走前はね、これ15番人気とかで勝ってますね。穴を出しました。で、今回人気ですからね、妙味的にはないんですけど、そうですね、さっきので言うと、10番人、この中にラブカンプもいますね。はい。勝間騎手がですね、落馬しました。ライオンボス。はい。で、乗れません。乗れません。で、田辺騎手になりました。腕を壊してね。で、田辺がね、直線が苦手なんですよ。はい。で、エージェントが営業をかけて決定となったんですけど、決まるのがちょっと遅かったっていうのは、ちょっと、厩舎サイドとのなんかいろいろ、あるようなんですけど、逆に私は田辺に騎手に決まって、ライオンボスを本命に、一応しようかなと、思います。はい。勝間騎手だったら、俺は、穴目から行きたかったなとは思うんですけど、で、穴はね、何かっていうと、やっぱ3枠のね、5番のアンフィトリテ、が臭いかなと思ってます。というのはですね、アンフィトリテは、津村サイドはね、アンフィトリテ側に乗せたかったらしいんですよね。外枠の馬乗りますけど。で、まあ、この馬は富士区籍入ってますし、で、デビューから3連勝もした馬ですしね。富士区籍っていうのはとにかく新潟、富士区籍はとにかく新潟で見たら、母土でも何でも見たらこれ買いっていうのがあるんで、穴は5番のアンフィトリテかなと思ってます。で、買い目ね、まだこれからも、これ以外も買うと思いますが、一応、これは買うよっていうのだけ、はい。まだこの人気もあるんで、ギリギリまで見たいっていうのもありますんで、これは買うよっていう。391、3118、2011、1211、5911、5118。これは絶対抑えた方がいいかなと思います。はい。アイビスさん、私は以上になります。